中国史を静止中国では、沿海部の海塩の産地は、次の5つの地域に大別される。また、内陸部で古来重要視されたのが、今日の山西省雲上しに属する海州の海地という縁故である。その他、内陸では、青海省、新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区などにも塩池が見られる。また、地道義市を中心とする四川省や雲南省には、 濃い塩分を含む地下水を汲み上げる塩井があり、岩という塩が生産されていた。中国最古の王朝な朝は、先に説明したように、落洋の北西にある雲城市に、都の城を築いた。この地は、塩を産出する海域を保有し、黄河に囲まれたことから水運と防衛にも適していた。ため、春秋戦国時代の進むや戦国時代の義の首都、と申された。 関大には、小邸の下と6年に、塩鉄会議が開かれ、師大部の総広主筆が、塩鉄の潜売などの経済政策を展開した。このことは、塩鉄論に見ることができる。その後、東大まで、潜売も何度か施行されたが、むね施行されたのは、修税法であり、製園業者に課税するのが普通であった。潜売制を実行に移したのは、塩鉄氏の第五であり、 権限元年に塩のりを改革した。その後、竜安が塩鉄市となり、後世に多大な影響を与えた竜安の塩のりを始めた。その重点は、仙売塩を炎商に販売し炎商の活動に任せるというもので、塩鉄市の管轄区域内では、塩の運搬と販売を自由に行わせるというものである。塩は生活必需品であり、 代替品が存在しないため、いかに高額であろうとも買わずに済ますことができない性質を持つ。それに加え、富裕層も貧窮層も塩の必要性には差がないため、課税の逆進性が大きい。政府は財政難の際には、1000倍塩の価格を吊り上げという安易な手段の増税に走ったが、これは庶民を大いに苦しめることとなった。 そうなると、千倍塩より安く塩を密売して、巨額の利益を上げる塩族も出現した。政府は、塩の密売に厳罰を課したが、取締りを強化するにも予算が必要であり、その予算を確保するために、さらに千倍塩を値上げし、ますます塩族が儲けるという悪循環に陥った。こうした、塩族の中でも、党を崩壊させる。 抗争の乱を起こした抗争は有名である。宋代は、陶政を踏襲し、塩鉄氏が、塩製を管轄した。現代は、創生を踏襲した。通称法として、塩引き法が施行され、と天雲寺お志氏が発売した塩引きを、炎章人が、三次落ちで購入し、塩袋につけて行事落ちに向かった。秋代の塩法も、そう、元以来の塩製を継承しており、 管売法として、古行食塩法が用いられた。やはり、炎症人は、塩引きの提示によって、塩の支給を受け、それを決められた、半時落ちで販売するという形式が確立されていた。1894年、日本の帝国議会では、新国の塩の価格が高いことを知った、製塩業者の意向によって、新国に、無効食塩輸出の権利案が出されて成立した。 ところが、新国から帰国した調査団の報告書が逆に衝撃を与えた。それは、新国の強力な先輩性のもとにある塩だと、江戸時代のままの生炎を行うところも少なくなかった。日本の塩田では、技術力、生産量ともに、新国の方が勝るというものであった。この報告で国内の生炎業界は、日本産地用の競争力の無と外国産地用の、 流入の可能性に危機感を募らせ、1896年に大日本営業協会の結成など官民挙げての営業の近代化政策に踏み切らせることになった。中華民国時期、民国2年にイギリス人のリチャード・ディーンを使用顧問に迎え、使用性改革が図られた。遠税条例が発布されて税率が確立化され、制限特許条例により制限業者の規制を 行った。また、私、塩地財法などによって私、塩の取り締まりが強化され、減税による税収は好転した。ありがとうございます。